マンダラとは、密教の経典に基づき、主尊を中心に、諸仏諸尊の周回する老格を模式的に示した図像。密教経典はマンダラを解き、その思想をマンダラの構造によって表し、その種類は数百に上る。古代インドに起源を持ち、中央アジア、日本、中国、朝鮮半島、東南アジア諸国などへ伝わった。 21世紀に至っても、密教の伝統が生きて伝存する、チベット、ネパール、日本などでは盛んに制作されている。漢字による表記のバリエーションとして、マンダラがあるが、日本の重要文化財等の指定名称は、マンダラに統一されており、ここでも、マンダラと表記する。日本では、密教の経典、儀機に基づかない、神仏が周回する図像や文字列にも、 マンダラの故障を関する派生的な用法が生じた。またチベットでは趣味山を中心とする全世界を実方三世の植物に捧げる供養の一種をマンダラ供養と称し、この供養に用いる混同性の法具やこの法具を代替する印ちぎりに対してもマンダラの故障が使用されている。マンダラはサンスクリット語の音を漢字で表したもので漢字自体には意味はない。 なお、には、形容詞で、マリーという意味があり、円は完全、円満などの意味があることから、これが語源とされる。中国では、円満具足とも言われることがある。インドでは初心を招くとき、土壇場に円形、または、方形の魔法陣、マンダラを色砂で描いて、秘術を行う。色砂で土壇場に描くため、古いものは残っていないが、チベット仏教などでは、 今でも修行の一環として、儀式、祭礼を行う時に描かれる。マンダラはその形態、用途などによって様々な分類があるが、まず以下の2形態に対別される。密教経典に基づき、主尊を中心に、諸仏諸尊の周回する老格を模式的に示したもの、混同性の宝具、供養マンダラ。日本密教及びネパール密教では使用されない。 チベット密教独自の法具。一に属するものは、材質面からは、以下のような形態に分類される。また、主尊と眷属たちの形態の描写方法からは、次のように区分される。二の、供養マンダラは、チベット仏教及び仏教化した、チベットの固有宗教本教において、マンダラ供養の際に用いられる法具で、円形の道母道と大小の道林さん。 諸場一より構成される。宗教的実践からは次のように分類される。創作されたもの図なンダラ前説を参照絵画のマンダラ前説を参照禅上により正規されたもの、成就法を実践するに際して感想の上で正規したもの。同格とその各所に付地された本尊、諸尊という形式を取る場合が多い。身体マンダラ 二のうち、特に行者自身の体の各部位を曼荼羅の所尊そのものとして正規したもの一は、感情の際に使用される。二及び三は、密教行者が常受法各種を実践する際に、感想の上で正規される。曼荼羅の主尊と行者が一体となる行法の舞台となる。立体曼荼羅は、初心の行者が二を正規する際の参考資料にはなるが、感情の儀式や、 成就法の実践には使用されない。インド密教の歴史は5.6世紀を法垣とし13世紀初頭のインド仏教滅亡までの約800年間にわたり、さらに初期密教、中期密教、後期密教の3期に区分される。初期密教、密教がインドに現れてから第二系、混合いた企業などの組織的な密教が成立するまでの時期。 中期密教、7世紀。初期密教の完成型として、大日系、後に後期密教に発展していく。今後をいただき業などが登場する時期。後期密教、8世以降。今後をいただき教系の密教が発展していく。この時期の経典を、日本密教では、雑密経典、チベット密教では、諸タントラに分類する。本尊となる。 御言格や、中心的テーマに従って、文樹、観音、金剛種、不動、ターラー、仏頂、僧、雑部柄になどに分類される。これらの経典に基づく曼ラでは、日本でも馴染みの深い仏たちが整然と描かれている。この時期の経典を、日本密教では、純密経典、チベット密教では、行タントラお及び、タントラに分類する。 太蔵曼荼羅を説く第二系経営の密教が行タントラに相当する。根本タントラとして第二系が位置づけられ、今後主勘タントラや三三魔や双言ントラなどが含まれる。チベット仏教の太蔵曼荼羅が第二系の諸説により忠実に描かれているのに対し、日本密教では独自のアレンジの度合いが大きい。今後会曼荼羅を解く今後頂行。 理主教系の密教が湯河タントラに相当する。金剛いただ企業は十八回十万章といわれる膨大な密教経典の総称を言うが、このうちの初回のみを指す用法もある。二十八種の曼荼羅を解く。日本密教の金剛後曼荼羅は、金剛いた企業の金剛会品の曼荼羅六種、交算製品の曼荼羅二種に理主業の曼荼羅を付け加えて、 9回としたものである。今後いただ企業以後に成立した後期密教の経典群は、チベット仏教では無常湯河タントラとして最上位の評価を付されているが、日本には一部を除き伝来していない。チベットでは、さらにこれを父タントラ、母タントラ、富士タントラに分類する。日本密教では、大蔵、今後会の両部を富士とするが、チベットでは無常湯河に、 父と母を立て、これを富士とする。父タントラは、秘密集会タントラを、根本タントラとする部類と、ヤマアンタカの部類に分けられる。父タントラを代表するマンダラには、秘密集会の圧縮コンゴ32孫、マンダラ、ヤマアンタカ類のうち、バジュラバイラバ13孫マンダラがある。母タントラは、ヘイバジュラ類、ダンバラ類、デムチョクアーラリ類、 サマーヨーガ類などに分類される。マンダラは、ヘイバジュラ9村、マンダラ、サンバラ62村マンダラなどが名高い。フジタントラには、モンジュシリ真実名業と、ジリンタントラが含まれる。日本では、根本となる、領海マンダラと、別村マンダラとに大別されている。チベット密教では、日本密教のように、第二系の大像マンダラと、 今後を頂き行の今後会計の各種荼羅が突出して重んじられるようなことはない。サルマハサンパチベット仏教の四大宗派うち、ンマ派を除くサンパは、プトン・リン・チェンドゥプの諸説に基づき、密教の経典を四分する。諸佐タントラ行タントラユガタントラムジョウユガタントラ人マ、派ンマ派では、弱情フン度百尊荼羅が代表的である。 弱状42尊と奮五58尊からなり、両者で一体とされる。任馬派に特徴的な埋蔵経典を修正した埋蔵法典には、埋蔵経典に説かれた曼百327点が収録されている。日本では以下のような密教の経典、儀器に基づく曼羅以外の神仏が周回する図像や文字列にも、 マンダラの故障を冠して使用する、派生的な用法がある。チベットでは、密教の経典、義機に基づくマンダラではない仏菩薩、歴代の論子、周孫が周回する俗進というタイプの仏画がある。仏だから根本ラマに至る、死死奏症の系譜を図示したもので、三世紀の諸仏、守護神、護法神などがこれを以上する。六家行法の第四次第。 小純の世界の感想において使用される。チベット仏教における供養の一種にマンダラ供養があり、この供養に用いられる混同性の宝具もマンダラと称する。この供養では、この宝具、供養マンダラを用いて、実宝三世の諸仏に捧げる供物とする。供養マンダラは、銅の盆と数センチ幅の直径の異なる、銅林さん、先の銅盆上に、 道輪三組を用いて盛り付けるための宝石、頂上に置く勝利の旗から構成され、趣味山を中心とする全世界を象徴する。ありがとうございます。